その自炊生活ですか、はい、それは 何を作るんですか。いや、まだ決めてなくて、スーパー行ってから人に見て、はい、ブース、どうした、いやいやいや、ヒカル君、私ですよ、でも A だから、こっちも A よ。いや、はじめまして、はじめまして、どうも、やばいっす、いや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 、すごいびっくら声でさ、いや、すごすぎますね。いや、今ね、あの、はい、モニタリング企画で、はい、このオラシル長者っていうのをやってて、ずっと見てたの、モニタリング。あー、マジっすか。結構2時間以上ずっとこっち見てて、立派な、まあね、取りかかった人は交換してて、はい、見てたら、はい、なんか派手な人たちが来たな。だから、これ、ヒカル君なんじゃない？とか言って、上で盛り上がってた。マジっすか。いや、そしたら交換してくれたじゃん。はい、でもびっくりして今降りてきた。これリアルタイムやってるんですか。リアルタイム、そうよ。いや、ちょっと聞いてましたけど、はい、たまたま通りかかってる。ガチたまたまスーパーに行く途中で、はい、おー、いや、でもモニタリングが仕込んでやってるから開けるんですよ。で、たまたま見てる。こんな偶然なかなかないからね。でもなんか私嘘みたいな話になってる。運転手がこの辺に住んでたことあって、でよくここの道通ったんですけど、あんな看板初めて見たっていうので、でめっちゃテンション上がったんで、じゃあ行こうよってやったんですよ。で、引っ返してきたんですよ。はぁ、じゃあもう運転手の方のファインプレーだ。そうです。よくしてあげて。もう誰かプレゼントしてあげて。すごい、ね、春日さん一人でやったんです。そうそう、見てて上でこのモニタリングしてる。これが結構長くやってる感じというのがね。あ、そうなんですか。前回とこの間、はい、また別の場所で、はい、埼玉の所沢ってところで、はい、最初私の持ってた、はい、私が好きなね、はい、ライオンズの埼玉西武ライオンズのユニフォームから始まったんです、はい、それをああやって置いてていろんなものに変わってって、はい、で今回、はい、白金で、はい、場所変えてやって、で今こういう状態です、ね、なるほど。少しずつ今までやっていってるんですか。これで2回ぐらいか。最初手鏡、はい、100円の手鏡から、はい、エコバッグになって、はい、ゴルフボールになって、はい、で今扇子です。あれはどういうものだったの。浅草で買ってちょっと高めの扇子なんですよ。へぇ、5000円ぐらい。そんなにした気がします、ね、はい、本当に、はい、これ500円ぐらいなの。正直言うとね、はい、でも正直このレベルのテレビだと思ってなかったんで、僕夜にもう一回買おうと思ったんです。そうか、そうか、もっと高いの置いていったのかな。うわ、なんかそっちの方がやってる方盛り上がるかな。うわ、苦手。でも夜までいないっすよ。まあでもどうか、そうだね、その時間制限ないんで、もしかしたらいないかもしれないし、まだやってるか、それは分からないけど、すごいっすね。いろんなもの持ってそうだもんね。そうですね、それ取り替えろうかって話だったんです最初は。でも今行こうみたいな。そうか、そうか、もう夜に会いたかったな、できれば。家だったらどんなものがあるんですか。いらないものですか。いらないものですか。買ったものね、今思いつく。ああ、でもなんかブランドものは結構たくさんありますよ、はい、もう使ってないですよ、もっとあるんで。ちなみに、例えばこの買ったものを思いつくので、いくらぐらいの価格帯だったりします。でも10万超えてるのが結構たくさんある。わっそー、したらもうそっか、終わりだ、ゴールだな。超えてるものはゴールだったな。いや、変な人、その、はい、納得いくものが、はい、その出るまでは待とうっていう。あ、そうなんですね。そうそうそう、すごいっすね、スタンスではあったから。春日さん、めっちゃ時間空けてるんですね。うん、すごいっすね。それはもうやっぱりね、いいものとね、高価なものと変えられたら、やばいっすね、一番最高だから。ほぼ待ちっすよね。いや、待ち待ち。だってほとんどの人、みんな通り過ぎますよね。いや、本当だから、今もう本当にこのゴルフボール変わるまでの間も2時間ぐらいです。ユーチューバーより過酷ですね、余裕で。そうですか、はい、いやでも満足決めてたからもうね、そんな苦じゃなかったけど。いや、そうなのか。いや、でもあのセンスだってももう10倍ぐらいする、で、このゴルフボールにした。そしたら非常にありがたい。いや、最高でした、僕関われて嬉しいです。いや、こちらこそ本当にそうみたいな話だけど。いや、そうっすね、本当たまたまです。いやいや、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。ちなみにお二人はなんか知り合いだったりするんですか。いや、全然知り合いじゃないです、本当に。あ、そうなんだ。はい、僕は一方的に見てました。私の方もね、いろいろと話題とね、提供してくれる方です。目に入るというか、はい、自然とこうね、はい、ではいましたけども。いや、すごいですね、本当ビビってます、正直。こんな感じで出会えるんだな。いや、上もざわついたんだから。あれ、いや、この髪型だから、ヒカル君なんじゃないの。いや、そんなことありますかね。で、バーッと調べさせてもらってね、仮装したら、いや、確かに。そうですね。でも本当になんか面白いの見つけたら行くっていうしてるんですよ。なるほど。何かあったらカメ
メラ回していくっていうのを、はいはい、やってるとかあるのか。うわー、じゃあこっちが引っかかったわけだよ。ディアルセンサーに引っかかったわけ。いや、これすごいですね。ありがたい。この企画面白いなと思って、僕のブツブツ効果 YouTube してて。あ、そうなの。でもこの発想はすごいなって思ってます。面白いな。スタンドはどういうものか。スタンドはなんか600万円のリントンの写真。誰がどうこうか。600万円のもの。でなんか内部号ガラシビチョじゃなくて、本当のお金持ちだけにガラシビチョ仕掛けていくみたいな。はい、あ、でもこっちから頼みに行って。そうです、頼みに行って、はい、あ、で最終的にはまだ最終終わってないんですけど。あ、まだす、今の時点では何、今ペントレーだ。ペントレー。そこまで変わるんだね。そうです、変わりました。うわー、それこの番組やるとしたら50年ぐらいかかるかどうだろう。ちょっと夢がある話だね。そうですね、変わっていくんですね。変わっていきます、お願いして。あ、そうですか、はい、いやでも今回のだいぶ多分ここからまたわーっと回っていくと思うんで、これはめちゃくちゃ面白いです。モニタリングってずっと面白いじゃないですか。うわ、ありがたいね。正直その YouTuber からしたらこんなレベルのドッキリとか絶対無理なんで。ああ、大掛かりだ。無理っす、レベルが違うと思います。うわ、これはスタッフルーム盛り上がるぞ。絶対言う、絶対言うでしょ。めちゃめちゃ褒められたんですね。モニタリング見たことあるんですか。めちゃめちゃ見ました。全く最近テレビ見ないですけど、モニタリングっていろんなの流れてくるんですよ、切り取られてるから。昔は見てましたし、見るたびにやっぱレベル違うなと思います。うわ、すごいな。思い出せる範囲でいいですけど、なんかこんなんやってたなとか、参考になったなとかあったりするもんで、モニタリングか分かんないですけど、なんかそのモニタリングないんかみたいな番組なんですけど、はい、車が勝手に動き出すやつとか、あ、はいはい、あんなとこはもうビビりますよね、普通に、はい、とか、なんか規模が違いすぎるんで、あと芸能人の人もめちゃくちゃ出てくるじゃないですか、はい、まあ、ちょっとやっぱ羨ましいなっていう。わー、ありがたい。再度聞かせてもらいます。わらしべ企画って企画はどうですか。いや、面白いです。最高。絶対素通りなんだろうなと思って、日本人の考え方って、あ、まあまあ、なんかちょっと怖いと思うんです。なんかメントレーになるために普段なんかアドバイスとかありますか。アドバイス、はい、でも春日さんが直接行くしかないです。で、春日さん行ったら、はい、行ったら絶対見て交換します。まあ、だから最終手段だね、その、はい、できれば自然な形でね、はい、どこまで行けるかって思ってますけど、はい、それでもまあ手として持ってみましょう、はい。